イタリア領リビアは1934年1月1日に成立したイタリア領キレナイカとイタリア領トリポリタニアの2地域を合わせたイタリアの植民地。1943年5月13日に連合国に完全に占領。第二次世界大戦後の1947年2月15日に連合国へ正式に領土を割上され。 イギリス軍とフランス軍による分割統治が開始、名実ともに消滅した。もともとチュニジアを含めて北アフリカに対する利権をめぐり、イタリア王国と対立をしていた、フランス第三共和国は1881年にチュニジアに対する侵攻を強行。これを脅威と受け止めたイタリアは1882年に、フランスに対する利害が一致したイタリアと、 ビスマルク体制を構築中のドイツ帝国、そしてオーストリア・ハンガリー帝国は未回収のイタリア問題を抱えながらも一時の同盟を築くこととなる。1878年に開かれたベルリン会議ではフランスのチュニジア占領に関して反対していたイタリアに対し、フランスはイタリアによるトリポリタニアの占領を誘いに、かけ1902年に、 トリポリタニアとチュニジアに関する協力協定を締結。1900年代に入ると、イタリアのメディアは盛んに、トリポリタニア占領を煽り、不況の下中にいるオスマン帝国の飛び地であったリビア地域に対して、イタリアの植民地拡大を呼びかけ始めた。1911年9月29日、イタリアは、オスマン帝国に対し最後通帳を統一と、シンポイ委員会に対し提示。 オスマン帝国は、イタリア王国に対して、トリポリタニアの形式的総主権を認めてくれれば、実行支配を委ねてもよいと返答。オスマン帝国に対し、満足できる回答ではないとして、改戦を宣言。井戸戦争が終結後、第一次ローザンヌ講和条約を締結。リビアはイタリアへと割上され、イタリア領トリポリタニアとイタリア領を切れないかとして、それぞれ二つが成立。 その後は領土を拡大し続け、1934年に両者は統合され、イタリア領リビアとなる。イタリア領リビアの拡大、オスマン帝国によるイタリアへ対するリビア活動地域、フランスによって活動された、領土イタリアによる非支配地域であった。 クフラ征服イギリスによって割上された、領土イギリスによって割上された、領土フランスによって割上された、領土1918年秋、トリポリタニア共和国が独立宣言を発したが、列強からは支持を得られず、1923年頃には崩壊することとなった。1940年6月10日、ムッソリーニ政権下のイタリア政府はイギリス及び、 フランス第三共和国に対し戦線を布告。エジプト侵攻前のアフリカ勢力図1940年9月7日、ムッソリーにはエジプトに対する侵攻を命令。9月9日にはイタリア空軍機とイギリス空軍機による航空戦が行われ、9月13日には本格的なエジプト侵攻が開始、北アフリカ戦線が開かれることとなる。その後、 コンパス作戦を発動したエジプト方面から迫るイギリス軍に対しイタリア軍は敗北、ベンガジまで押し戻されたものの、その後に到着したエルビン・ロンメルが指揮するドイツ・アフリカ軍団によって押し戻すことに成功。しかしながら、エル・アラメインの戦いによってイギリス連邦諸国軍に対する敗北により、アフリカにおける連合国の優位が確定。追い打ちをかけるように連合国軍が、 統治作戦を発動し、現在のモロッコ及びアルジェリアが存在するカサブランカ、オラン、アルジェに対し上陸、5月13日に北アフリカのスー国軍は降伏し、リビアを含めた北アフリカは完全に連合国軍へ占領された。戦中から戦後にかけて、までのフランスとイギリスに取るリビア分割占領、その後リビアは1947年、パリ条約によってイタリアは、 海外植民地の放棄を決定され、連合国軍へ完全に譲渡されることになり、フェザーン地域はフランス軍にトリポリタニア及びキレナイカ地域はイギリス軍によって軍勢が敷かれることとなる。九百四十九年六月、キレナイカ地域にてサヌーシー教団がリビア連合王国の前身となるキレナイカ主張国として独立を宣言し、九百五十一年には フェザーンとト,トリポリタニアを併合、リビア連合王国が成立する。ありがとうございます。